今朝入っているニュースをお伝えします日経平均株価過去最大の上げ幅3万4000円台を回復円相場の急変動を受け財務省金融庁日銀が対応を協議アメリカ大統領選民主党候補としてハリス氏を正式指名副大統領候補にミネソタ州知事のワルツ氏を起用 Google インターネット検索サービス市場で独占禁止法違反の判決実質賃金27ヶ月ぶりにプラス過去最長のマイナスを脱却パリオリンピックレスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級の文田健一郎が金メダル3年前の雪辱を果たす さあ、まずは株価が大きく動いていますね。はい。え、昨日の東京株式市場は日経平均株価がその前の日5日に市場最大の下落幅をえ記録しましたけども、その反動で幅広い銘柄に買い注文が殺到したということです。5日は4400円余りがぐっと下がりましたけれども、まあ、それでリスクを回避しようとして、まあ、売りがどん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 広がっていったわけですけど、お、安くなった。 今のうちに買っとけっていうことの反動もあってか <laughs> 今度は上げ幅が過去最大ということになりまして、ね、終わり値は前の日と比べると3217円4銭高い3万4675円46銭ということでその上げ幅が、えー、バブル期に株価が最高値をつけた後下落基調にあった中で政府が株価不要策を発表した1990年10月2日の2676円55銭。 を上回って、過去最大ということですね、うん、だいぶ上回ってますよ、ね、3000円以上は上がってるわけですからね、はあ、しかし、このところのこの下がって、上がってっていうところがね、うん、まだちょっと落ち着かないのかな、どうなんでしょうかね。ね え、円安の方もですね、昨日は146円、ちょっと円安の方に行きまして、146円台ですね。1ドル、146円30銭台をつけております。ちょっと円安に触れましたけども、自動車とかの輸出関連企業、そこでこう業績を上げている企業の銘柄がやっぱり買いの方に、一回下がったもんですから。で円、円安の方に行くと、ちょっとまた輸出関連企業は、 買、ねね、いうこと,です、ね、っと買い戻ってちょっとこのところ、その上下が激しいということもありまして、財務省と金融庁、日本銀行は昨日の午後、市場動向について幹部が意見交換する3者会合を開いて、緊密に連携することを確認したということです。はいえー、続いてはでですすねアメリカですハリカハス氏が正式に えー、大統領選の候補として認められましたね。はい。えー、民主党は5日各州の大議員らによる党候補の選出の投票の結果、えー、ハリス副大統領が99%の支持を得たと発表しました。これによってハリス氏の党候補指名が正式に決まりました。そして、副 大統領候補誰にするかっていうところもね、はい、えー、話し合っておりましたけども、ハリス氏が、えー、その大副大統領候補には、ミネソタ州のワルツ知事の起用を決めたというふうに報じました。ワルツ知事60歳です。えー、ワルツ氏は白人男性で、下院議員時代は農村部が選挙区だったということですね。うん、えー、で、まあハリス氏がカリフォルニア州出身で、黒人アジア系、そして女性という自分の特徴を、うん をまあ補う人ということでこの副大統領候補にはワルツ氏を迎えたということです。えー、これで共和党のトランプ前大統領の対決に挑むわけですけども、もう三ヶ月後ということですからね,ね,ど,ううねどうなるかというところですねあまり時間がありません。はい、ただこのハリス氏になったということも受けて五日時点のアメリカでの集計によるとですね支持率ハリス氏が四十四点七パーセント。 トランプ氏 44.、44.3%、えー、ということで、わずかですけれどもうバイデン氏の時はトランプ氏がリードしてましたから、ね、それをハリス氏になってからは、からなこうしてますよね、まあ、上回ってるって言ってもわずかなんで、ちょっとまだ分からないですけれども、十分戦える状況にはなったのかなというところです。はい 朝日新聞一面からですが、アメリカ・ワシントンの連邦、連邦地方裁判所ですけども、えー、アメリカのグーグルが、インターネット検索で違法な独占状態にあると判断して、反トラスト法に違反しているという判決を出しました、えー。原告のアメリカ司法省の主張を認めたもので、巨大 IT 企業への規制を強めているアメリカ政府には追い風となりそうです。ただ、グーグルは、まあ、上訴するということです。うん、で、どういうことかというと、グーグルがアップルやサムスンなどに、 巨額の契約金を支払う代わりにこれらの企業のスマートフォンなどでグーグルが標準の検索エンジンに初期設定されていることを問題視、うんえー、ライバル社の検索エンジンの開発や参入が困難になり Google は独占企業として利益を得ているとしたということなんですねはい o g l e は上訴していますのでまだ最終的にどうなるのかっていうのはまだわからない状況でもあります、えー、最後にですね、えー、実質賃金が前の年の年同じ月と比べ 比べると1.1%増えたということなんですねまあただ主な要因は6月これ変動の激しいボーナスの大幅増というところが影響しているので7月以降も上がるかというとちょっとそこはまだ不透明ということです RKB ラジオをお聞きの皆さん声優の大塚明雄です8月24日土曜日朝7時スタートの帰りたいサラリーマンに会社権オフコース役で出演しています ポッドキャスト YouTube でも配信予定ぜひ聞いてください